皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。大石正義って何者ライブハッシュタグが世界トレンド2位にランクイン。アニソン界のおしゃべりクソメガネことアニソンアーティストのワンマンライブエンターテイナーが9月19日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催され、ライブのトービターハッシュタグ、シャープ大石千円が日本トレンド1位。 世界トレンド2位にランクインした。たびたびネットで盛り上がりを見せる大石正義とは何者なのか現在の活躍をまとめてみた。同日にはもも黒、内耳 U ライブも開催。9月19日はもも色、クローバー Z のライブ、ザライブ。諦めない夏インヤベマ、内耳 U が野外フェススーパーソニック2021で初ライブパフォーマンスするなど、 Twitter では、シャープもも、黒は、夏を諦めない、シャープ、ライジ、u ン ST ライブが、いずれもトレンド上位を賑わせた。大石正義のライブは、急遽オンライン配信が決定し、配信のチケット料金1000円にちなんで、シャープ、大石1000円が設定され、ライブ開演時刻の18時前から、トビタートレンドにランクイン。Twitter とライブモニターを連動する仕組みにより、 ハッシュタグ投稿がリアルタイムでライブ会場にも流れる仕組みを取り入れ、18時から19時台で世界トレンド2位にも上がり、最終的に5万ツイート以上投稿される盛り上がりを見せた。大石正義って何者トライブで自虐するが 3CJP 複数名義で活躍するネット時代のアーティスト。大石正義はシンガーソングライターでバンドサウンドスケジュールのボーカルギターを務める大石正義が、 アニメゲームコンテンツのクリエイターとして活動する際の名義。2014年から活動を始め、近年では、ウルトラマン RB オープニング主題歌、ハンドズ、トミカキズナ合体アースグランナー主題歌、世界が君を必要とする時が来たんだ。ただくんは恋をしない主題歌、お友達フィルムなど、アニメを中心に数々の人気作品の楽曲を手掛けている。また、 サウンドプロデューサートムハイ h a h c k とデジタルロックユニット ox-team を結成し、SSSS SS グリードマー主題歌、ユニオン、アニメ、オーバーロードシリーズなどのヒット楽曲も送り出している。大石正義としても、2017年に作詞作曲も手掛けたアニメ、ケモノフレンズのオープニング主題歌、ようこそジャパリパークへの大ヒットが記憶に新しい。YouTube チャンネル大石正義の弾き語りラボでは、 不定期更新で様々なアーティストの名曲をギター弾き語りアレンジで発信しており、これ無料で見られるのすごいと、配信の度にトビタートレンドにランクインする常連でもある。大石正義としては番組 MC としても活躍しており、コスプレイヤーへのことどもに MC を務める大石へのこの夜のテレビ神奈川やテレビ朝日公式 YouTube 動画、初めて見ましたうちのアニソン新曲カバーでしょでしょ。鈴木エリと共に MC。 ニコニコの人気配信者、加藤淳一と共に MC を務めるウェブ番組、大石かける加藤のピザラジオなど、バラエティジャンルの仕事もこなす。19日のワンマンライブ内でも、俺のことみんななんだと思っているのか、芸人ちゃうわと自虐コメントで笑いを誘う場面もあったが、アニメ音楽、地上波放送、インターネット番組と多彩な活躍を見せるアーティストだ。コロナ禍でライブを中心に音楽活動が制限される中、 低価格のオンライン配信ライブで盛り上がりを作り、SNS でファンと交流し還元していく、ネット時代のアーティスト像と言えるだろう。今後の活動にも注目したい。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。